はい、どうも皆さんこんにちは、ユースフルのおさです。というわけで本日はたった1動画で全てがわかるアクセスの教科書やっていきましょう。アクセスね、こちらデータベースを作り込むためのツールです。データを貯めることによって皆さんのビジネスというのはものすごい資産価値を帯びるんですね。このビッグデータ活用時代、 AI 時代においては、そもそもデータベースが正しく整っているかどうか、これが全ての原点になります。なのでこのアクセスの使いこなしみたいなところね、きちんと理解すると、他のねデータベースツールとかを理解する上でもその基礎となってね、皆さんの人生の役に立ちますんで、ぜひこの動画でまずはねデータベースの基礎をマスターしてください。そしてこのデータベースが大事だよという話は、かつてエクセル現場の教科書の中でももう口酸っぱく話してきたんですね。はい。で、口酸っぱく話したってことは、すなわちエクセルでもね一応データベースは作れるんですよ。じゃあどういったエクセルとアクセスの違いがあるのかなんていうところをね、この動画で細かく見ていきます。端的に結論だけ申し上げると、アクセスというのはよりねこうデータの数が膨大になった時に活躍するようなツールでございます。じゃあ膨大になった時ってどういうイメージなのかっていうのをちょっと具体的に話すと、例えばですけど図書館に皆さん訪れたとしましょう。その図書館に10冊しか本が並んでないんだったら、別にね理路整然と整理されてなくても、あ、この情報ここにあるねっていうのがわかると思います。一方でね、それが1万冊、10万冊、100万冊あるような図書館の中に足を踏み入れた時に、皆さんねぐっちゃぐちゃに何の整理もされていない図書館だったら、自分が見つけたい本どこにあるか全く分かんないですよね。これをきちんとね、ここは子どものための、はい、絵本のコーナー、こちらは大人向けの実務書コーナーとかね、そういう風に理路整然ときちんとデータベースとして検索性に優れた形で、加工に優れた形で保管しておく図書館がまさにアクセスというような場所になります。動画の中ではヨータは銀行の金庫に例えてました。その金庫に100億円あって、皆さんは鍵をかけるタイプですか、鍵をかけないタイプですか、というような話ですね。アクセスを使おうと思う方は鍵をかけるタイプです。鍵をかけないで100億円野ざらしにしておく人なんてそうそういませんよ。はい。なのでね、こういった時に、あ、データってそんだけ価値があるんだなっていうことをまずね知っていただくだけでも十分なんですが、きちんとアクセスの使いこなしを理解することで皆さんの今後のビジネス人生変わってきますんで、それでは一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。それでは実際にアクセスの画面の見方をまずは確認していきましょう。上にリボンがあるなど、ほとんどのところは Excel と何ら変わりはないんですが、1点非常にユニークなポイントとして、テーブルやフォームと書かれている箇所ですね。こちら実際に会員マスターを確認してみると、会員の個人情報が書かれていたり、商品マスターを確認するとこのように商品の一覧が書かれていたりと、独立して情報が登録されています。これら一つ一つのことをデータベースというふうに呼んでいます。ここで本日の動画一つ目のポイントとして、アクセスでは安全にデータを管理するためにテーブル、クエリ、フォーム、レポートという4つを用途に合わせて使っていくことが非常に重要になります。これら4つのことをアクセスではオブジェクトというふうに呼んでいます。この4つのオブジェクトの違いを理解してあげることがアクセスを使いこなすための第一歩になってきます。まずテーブルでは、会員マスターのように名前だったり住所、生年月日が必要だよね、というふうにデータベースを正しく作るためにどんな枠組み、見出しが必要なのかというのを作ってあげるところになります。そして作ったテーブルの枠組みに合わせて情報を入力していくのがフォームになります。実際に先ほどの会員マスターの枠組みに合わせて新しく情報を追加する場所になっています。そして3つ目のクエリなんですが、先ほどの会員マスターの中から特定の条件に該当するデータだけを抽出するために使っていきます。このクエリでは会員マスターの中で東京都に住んでいる人だけを引っ張ってきています。ただこのクエリというのは独立してデータが記載されているので、元データを壊してしまう心配は一切ないということになります。そして最後にレポートは、この会員マスターを見やすく綺麗な形で印刷することに特化したオブジェクトになっています。今回の動画ではテーブルについてより深掘っていきます。本日のポイント3つとして、デザインビュー、主キー、リレーションシップというこの3つのワードが出てきたら、ここ大事なポイントなんだなと思って聞いていただけると嬉しいです。それでは新しくデータベースを作るところから始めていきましょう。左上の空のデータベースをクリックするとファイル名を決定することになります。今回は
フィットネスジムを例に取り扱っていくので、ジムというふうに打ったら下の作成をクリックします。そうすると何もデータが入っていないテーブルがデフォルトとして1つ表示されました。今回は先ほどお見せしたような会員の個人情報を登録するための会員マスターを作ってみたいので、これと同じように見出しを作成していきましょう。この見出しをクリックして見出しを追加することもできるんですが、このフィールドタブの一番左、表示と書いてあるところをデータシートビューになっているところからデザインビューに変えてあげましょう。このデザインビューに切り替えることによって、より細やかにデータを設定することができます。こちらをクリックしたら、まずはテーブル名を保存してあげます。テーブルの T と打った後に会員マスターというふうに打っておきましょう。これで OK を押すと、このような画面が見られるかと思います。この画面ではフィールド名、つまり見出しとデータ型、ここにはどんなデータが入るのかというのを定義してあげます。データ型があることによって間違ったデータが入力されることを未然に防ぐことができます。実際に ID の下に続けて氏名というデータが欲しいので、エンターを押すと短いテキストという風なデータ型が出てきて、ドロップダウンリストをクリックするとデータ型を選択することができます。ほとんどの場合使っていくのは何か文章を打つためのこの短いテキスト、そして計算をしたい数値のために数値型を使っていきます。今回氏名は短いテキストで設定します。他にも同じように生年月日を日付時刻型で、郵便番号を短いテキスト型で、この郵便番号、日本では数字7桁で表現されるので、数値型じゃないのかなと思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、郵便番号の数値を計算するような機会はないと思うので、この短いテキスト型で設定しているというわけです。そして都道府県と住所、会員の人に DM を送るのか否かというところを YesNo 型というデータ型で定義しています。先ほどの表示コマンドからデータシートビューに戻ってあげましょう。そうすると先ほど設定した見出しがこのようにしっかり適用されていることがわかります。実際に例えばここにデータを打ってみましょう。始めたら、この生年月日は日付時刻型で設定したので、右の方にカレンダーのアイコンがついていますね。こちらをクリックするとカレンダーから日付を選べるようになっています。 Yes No 型で定義した DM 送付に関しては、この四角の中にチェックボックスがついているので、 Yes の場合にはボックスをクリックしてチェックを入れてあげるというような形になります。このフィールド名とデータ型を正しく定義してあげることが、的確で安全なデータベースを作る上で必要不可欠になってきます。次に主キーについてご紹介していきます。先ほどのデザインビューに戻ると、一番上の ID と書かれているフィールドの左に鍵のマークがついていて、上の方にも主キーというコマンドが選択されています。主キーがあることでどんな役割を果たすのかと言いますと、 ID のフィールドの中で重複する値を設定することが絶対にできなくなります。データシートビューに戻ります。そして1の上川さんが登録されているんですが、下にも同じように会員番号を1として情報を登録しようとするとエラーが返ってきました。確かにジムの会員さんに会員番号を渡すときに、1番の方が複数人いると会員さんを識別する情報として全く機能していませんよね。そういったことを未然に防ぐためにこの主キーは存在します。そしてデザインビューに戻ると、主キーが設定されているフィールドはオートナンバー型というデータ型が設定されています。オートナンバー型があることによって、自動的にユニークな番号を振ってくれるようになります。どういうことかと言いますと、データシートビューに戻りまして、この一番下に新しいデータを打つと、自動的に ID が3番という連続した番号を振ってくれるようになっています。これもぜひ覚えておきましょう。続けてリレーションシップについてご紹介していきます。日本語で言うところの関連性みたいなところを意味してるんですが、複数存在するテーブルの中からこれの情報とこれの情報は一緒のこと言ってるよねというところをアクセスに理解させてあげることで、作業効率が高まっていくということになります。具体的な例を取り上げて見ていこうと思うんですが、会員マスターのところで一人一人の会員さんに担当スタッフをつけてあげたいとします。そしてこの担当者のところには、打ち間違え入力ミスを防ぐために別途作成されている担当者マスター、つまり担当者の
一覧から Excel のリストのように選択肢の中から選べるようにしたいとします。こんな時アクセスではどのような作業をするのかといいますと、表示からデザインビューに移りまして、担当者のデータ型、今短いテキストになってるんですが、こちらをルックアップウィザードに変更します。これをクリックするとリストを別のテーブルから取得するのか一から作るのか選ぶことができます。今回は担当者マスターというテーブルが存在するので、上にチェックを入れて次へ、次に実際にどのテーブルと紐付けるんですかというのを選択することができるので、担当者マスターを選択して次へ、そして実際に担当者名というフィールドには実際の名前を入れてあげたいので、この担当者名というフィールドをダブルクリックします。これで次へ、そして50音順で並べるように担当者名を小順で並べてあげましょう。次へ押して確認してくれるので次へ。最後にこのデータ整合性というところを有効にして連鎖削除にチェックを入れてあげましょう。連鎖削除にチェックを入れることによって、担当者の誰かが退職してリストから削除されたなんて時に、担当者マスターから削除されたら自動的にその操作が連鎖して会員マスターのリストからも削除される。こちらもしっかり安全にデータを管理するという上で重要なものになります。ここまで来たら完了を押してあげましょう。ここまで設定が終わったら、デザインビューからデータシートビューに戻りまして、実際に担当者のところを確認するとリストができたことが分かりまして、ここから中村さんと選んであげればしっかり正しい担当者が記載できるということになります。このようにアクセスでは複数のテーブルから共通項、つまり同じデータのことを言ってるよねというのを定義することができるんですが、データベースツールタブからリレーションシップ確認すると、先ほど設定した担当者マスターと会員マスターの担当者の部分が線で結びついていることがわかります。これをリレーションシップと呼んでいます。そしてこの線をよく見ると、担当者マスターの方には1が、会員マスターの担当者の方には無限大のマークが書かれています。これを1対他のリレーションシップというふうに呼んでいまして、担当者マスターの方を確認すると、担当者というのは絶対に一つしか入っていないですよね。これは何でかと言いますと、担当者コードのところに主キーが設定されているため、同じ情報を複数選択することはできないということでした。この会員マスターの方の担当者では複数の会員さんを同じスタッフが担当するというようなこともあり得るので、このように何回も中村さんというデータを打てますよという設定がされている、これこそが1対他のリレーションシップということになっています。この詳しいメリットについては今後またお伝えしていきます。それでは最後に、テーブルのデザインビューをもっと効果的に使うための豆知識3つ、定型入力、住所入力支援、入力規則についてご紹介します。まずこの定型入力を使うことで、ミスを未然に防ぐことができて、より厳密にデータを管理できるようになります。今この郵便番号はハイフンをつけて入力してくださいねというふうに、まあルールがつけられていることがわかるんですが、これ100000というふうにハイフンをつけなくても今このように登録することができてしまいます。こういったミスを防ぐためにデザインビューを使うんですが、表示タブからデザインビューへ、郵便番号を選択した上で、下のフィールドプロパティから上から3つ目の定型入力、こちらにカーソルを合わせると右の方にオプションが出てきます。こちらをクリックすると、どんな定型入力ウィザードを使いたいんですかというものが出てきますので、今回郵便番号を選択します。次へを2回押すと、ハイフンを含めるのか含めないのかというのを選べるので、ハイフンを含めて保存する形を選択して完了を押してみます。そうしたらデータシートビューに戻りまして、郵便番号を打とうとすると、あらかじめどんな形で打ってくださいというのがハイフンとして記載されています。この状態で住所を打ってみると、ハイフンを打たなくても自動的にハイフンを入れた形で表示してくれるようになります。次に2つ目の住所入力支援なんですが、ネットショッピングなんかをするときに個人情報を打つ際、郵便番号を打つと住所を打ってくれる画期的なサービスに出会ったことはないでしょうか。それと同じようなことがアクセスでもできまして、デザインビューに戻りまして、郵便番号のフィールドプロパティの下の方に住所入力支援というものが存在します。
こちらにカーソルを合わせて同じようにオプションを押すと、郵便番号はどこに記載されていますかというのをまずは聞かれます。今回はテーブルの中に郵便番号というフィールドが入っているので、ここですよというふうに教えてあげます。その次に住所はどのような構成で入力しますかというものを聞かれるので、今回は都道府県と住所で2つに分けてもらいます。このように選択したら、都道府県は都道府県フィールドに、そして住所は住所フィールドに打ってくださいというふうにお願いをします。こちらで完了をクリックすると、同じように100000というふうに打つと、自動的に東京都千代田区という住所を入力してくれるようになりました。最後に3つ目の入力規則なんですが、入力できるデータに制限を加えて、そぐわないデータに関してはデータとして受け付けませんよというふうにアクセスがお断りをしてくれるような機能になります。今日は2020年の11月11日なんですが、この生年月日の欄に2020年11月13日みたいなデータが来るのはおかしいですよね。こういった制限を加えていきます。デザインビューから生年月日のところにフィールドプロパティ入力規則というものがあります。こちらに小なりイコールデートというふうにタブを打って括弧で閉じてあげます。このデート関数というのは今日の日付を表現しているので、生年月日というところには2020年11月11日以前のデータしか入りませんよという規則をここで設定できたということになります。そして今日以降のデータは入力できない、つまりエラーが返ってくるようになりますので、エラーの際にどういうメッセージを加えてあげるのかというのを下のエラーメッセージに定義してあげましょう。正しい生年月日を入力してくださいと、ここまで入力できたらデータシートビューに戻ってあげます。先ほど打ったデータのところに、例えば2020年11月15というふうに打ってみると、正しい生年月日を入力してくださいというエラーがしっかり返ってくることが分かりました。ぜひこれらの豆知識活用してみてください。それではまずはフォームから説明していきます。このフォームというのはテーブルで作った枠組みに情報を入力するために使うんでしたね。作り方としては非常に簡単で、今回は新規会員情報を入力したいので、こちら会員マスターを選択したら、作成タブからフォーム、これをクリックするとこのようにアクセスが自動でフォームを作ってくれました。これ先ほどのテーブルとは違って、今田淵さんという一人分の情報しか表示されていません。これ左下に矢印がこんな感じで並んでいるんですが、右矢印を押すとこのように次々情報を見ることができますし、一番右の新しいレコードをクリックするとこのように空白のフォームを出すことができるので、ここに実際に新規の会員情報を入力していこうというわけです。ただこの新しい情報を入力していくという点で、この操作がテーブルでできないわけではないんですね。このように下に行って実際に名前を打つと追加していくことが可能なんですが、じゃあなぜこの操作をフォームを介してわざわざ行うのかと言いますと、ズバリ安全にデータベースを管理するため、これにつきます。例えばですね、このようなテーブルで情報を入力していると誤って上の人のチェックボックスにチェックをつけてしまったりだとか、意図したデータを壊してしまうリスクがどうしても存在するんですね。だからこそこのフォームを使っていじりたいフォーム、編集したいセクションだけを表示することで、そういったミスを未然に防ごうというのがこのフォームの役割になっています。とはいえ一度に一人の情報しか確認できないのは非効率な部分もあるので、この一人一人のフォームに付け加えて全体感も確認できるフォームがあると嬉しいですよね。これを実現するために分割フォームという概念を使っていきます。この分割フォームを使うと、こちら完成形のように上に一人一人の情報が記載されていて、下で全体感を確認できるというような非常に整ったフォームを作ることができます。これを作るにはフォームタブの表示からデザインビューを選択します。少し複雑な画面が出てくるんですが、こちらはフォームのレイアウトを変更する場所でして、このようにクリックをするとオレンジ枠で表示されるので、実際に枠のサイズを変更するなんてことができます。今回はフォーム全体の構成を変更したいので、左上の白い正方形、こちらをクリックすると
このように正方形の内側が黒で塗りつぶされました。この状態で F4 キーを押してあげるとプロパティシートというものを出すことができます。この上から5番目に規定のビューが今単品フォームになっていますね。これが先ほど見ていたこのように一人一人の情報が個別に記載されている形式なんですが、この単品フォームを分割フォームに変更してあげます。この状態で先ほどのフォームビューに戻るとこのように全体感が表示された下に一人一人のデータを確認することができます。この全体感、例えば長崎さんをクリックすると長崎さんのデータに連動して単品ビューも変わってくれるというような形式になっています。ただ一つ細かいことを言うと、できればこの単品ビューの方が上に来てほしいので、もう一度デザインビューに戻ったらこのプロパティシートの少し下、分割フォームの方向というものがありまして、今データシートが上になっているんですが、こちらも下に変えてあげましょう。そうすると求めていた分割フォームの理想の形に近づいてきました。さて、このように分割フォームにしたことで情報を確認しやすくなったというのはいいことなんですが、画面を分割したがゆえに単品フォームを一度に最後まで見れないような設計になっています。これだとまたまた効率が悪いので、完成形のようにこちらデザインを変えてあげて一度に全ての情報が見られるようにしていきます。今回で言うと文字の長さに応じてボックスのサイズが変えられていたり、背景に色がついて分かりやすくなっていますね。こういったレイアウトを設計するためには先ほどの会員マスターに戻って表示からデザインビューにもう一度動いていきます。先ほど申し上げた通り、こちらからサイズを変更できるので ID というボックスをクリックしてドラッグ&ドロップをするとデフォルトで全てのカテゴリーが連動してサイズが変更されてしまうような仕組みになっています。今回は全てのボックスを文字列の長さに応じて個別で設定してあげたいので、左上の十字キーが書いてあるコマンド、こちらをクリックするとこのようにボックスを全選択することができました。この状態で配置からレイアウトの削除、これをクリックしてあげるとこのように個別でサイズを変更できるようになります。このように氏名もドラッグ&ドロップをすることでしっかりちっちゃくなってくれますね。性別からそれ以下もある程度サイズを小さくしたいので余白をクリックしてドラッグ&ドロップをしてこのように範囲を選択するとその範囲内にあったボックスが全て選択されるので、これによって一気に効率よくボックスのサイズを変更することができます。そうするとこのように右側に余白ができるので、この氏名を選択して右側に引っ張ってあげる、そして性別も同様上に詰めることができるので、このように上に詰めながらフレキシブルに郵便番号を上にしたり、このようにレイアウトをある程度変更して上に詰めてあげます。そうしたら最後に見出しのところに色をつけてあげたいので、先ほどのような範囲選択で見出しを選択したら F4 キーでプロパティシートを出しまして、こちら全てのカテゴリーの背景色、ここから色を設定してあげます。このように薄い色を設定してあげると良いと思います。ここまでできたらデザインタブからフォームビューに戻ってみましょう。そうすると求めていたような単品ビューを一度に確認しながらこのようにデータシートも確認できるという理想のフォームを作ることができました。それでは次にクエリについてもご紹介していきます。このクエリの役割としてはデータベースに特定の条件を与えることで、それに合致する情報だけを抜き出して新たにデータベースを作ってくれるというものでした。こちらも作り方は非常に簡単でして、今回はこの会員マスターの中で東京都に住んでいる人だけを抜き出すクエリ、そして8月に入会した人のみを抜き出すクエリ、この2つを作っていきます。まずこのように会員マスターを選択したら、作成タブからクエリウィザード、こちらをクリックします。そうするとまずはどのような形態のクエリを作りたいのかを選択できるんですが、今回は一番上の一番オーソドックスな選択クエリを選択します。そうすると今回はこの中でどの見出しをクエリとして扱うのか、クエリとして表示させたいのかということを聞かれるんですが、今回は全ての見出しを選択したいので真ん中の矢印が2つついているもの、こちらをクリックすると全てをこの選択したフィールドに移動させることができます。
ここまで来たら完了をクリックすると、このように新しくクエリができているんですが、今のところは先ほどの会員マスターのテーブルと見た目に何ら変わりはありませんよね。ここから条件を指定して欲しい情報だけを抜き出していきましょう。ホームタブから表示デザインビューに移ります。そうするとこのような画面が出てくるので、下の抽出条件というところの、今回は東京都で抜き出したいので都道府県のところに抽出条件を東京都というふうに打ってあげましょう。この状態で実行、こちらをクリックすると、このように東京都に住んでいる人だけを抜き出したデータを表示してくれました。ここで一つクエリのポイントなんですが、クエリ内ではこのように情報を特定して、それに似合う情報のみを表示させているんですが、元データの会員マスターには何ら変化がないんですね。このように独立して情報を抜き出す、元データには何の操作を加えることもないので、元データが壊れるリスクがないというのがデータベースを扱う中で非常にユニークなポイントになっています。ここで一つ注意していただきたいのが、先ほど東京都と打ったところ、こちらを東京というふうにして実行を押すと、このように何のデータも返ってこないんですね。なので基本としては、しっかりこの都道府県というデータに入っているまんま東京都というふうに打つことで、しっかりとデータが返ってくるんだぞということをまずは覚えておきましょう。そうしたら次に入会日で絞る方法として、8月に入会した人のみを表示させていきましょう。やり方としては同じで、こちらの抽出条件の入会日のところに between、 つまり何と何の間という文章で始めて、2020年の8月1日から and でつなげて、2020年の8月31というふうに言ってあげます。こうすると自動的に between の b が大文字に変わったり、日付の前後にシャープがついているんですが、このままにしておきましょう。この状態で実行をクリックすると、このように入会日が8月1日から8月27日までの人に絞り込んでデータを表示することができました。このクエリを作る際の大事な注意点として、クエリはもちろん保存できるんですが、この保存名をどんな条件で絞り込んだのかというところを明記してあげましょう。こちらのクエリを選択して F2 キーを押すと、このように名前を選択できるので、クエリの Q から始めて会員マスター、これはどんな条件で絞り込んだのかというところで8月入会というふうにしておくと非常に分かりやすいかなと思います。ただ実務の中でこのクエリというのはもっとフレキシブルに使いたいんですね。これどういうことかと言いますと、例えばこの会員マスタークエリをクリックすると、このように都道府県を入力してくださいというボックスが出てきました。ここに実際に例えば神奈川県というふうに打ってみると、神奈川県に住んでいる人だけのデータが表示されています。このように抽出する条件をその場その場によって柔軟に選べるようにしておくことをパラメーターを使うというふうに言うんですね。このパラメーターどのように設定しているのかと言いますと、デザインビューに行きまして、こちら都道府県の抽出条件に半括弧で始めて、先ほどの都道府県を入力してくださいというメッセージを入れてあげます。この後に半括弧でもう一度閉じてあげる、これがパラメーターの使い方になります。この状態でもう一度実行を押すと、このように都道府県を入力してくださいというこのメッセージそのままの文言が表示されるので、この中に次は例えば埼玉県というふうに入れて OK を押してあげると、先ほどとは違って埼玉県に住んでいる人だけのデータが表示されるようになりました。で、続けてこのパラメーターというのは複数登録することも可能でして、先ほどの入会日で8月1日から8月31日までというように、いつからいつまで、この2つの条件もパラメーターで設定することができます。まずは先ほどと同じように between で始めまして、半括弧で囲んだらいつから、これをまた半括弧で閉じまして、 and でつなげて半括弧いつまでというふうに入れた状態で実行をクリックします。そうするとまずはいつからなのかという条件を聞かれるので、2020年の9月1日からいつまで、2020年の10月10日までというふうにして OK を押すと、このように入会日9月1日から
10月9日までのデータを出すことができました。このようにパラメーターを使えるだけでクエリの自由度、効率というのは一気に高まっていくので、半括弧を使って中にメッセージを入れる、この使い方はぜひ覚えておきましょう。それでは最後にレポートについてご紹介していきます。このレポートというのは印刷に特化したオブジェクトであるという話をしてきましたので、早速例に倣って見ていきましょう。今回使うオブジェクトはこちら、購入履歴というクエリでして、誰が単価何円の商品を何個買ったので、この売上を担当者の人に支払ったという取引履歴がここに記載されているわけですね。で、この購入品、今9から始まる4つのコードで書かれているんですが、これは商品マスターというテーブルの商品コードと紐づいているので、例えば9003の商品コードだったら紫色の S サイズのポロシャツを買ったんだなということがわかるわけです。この購入履歴のクエリに戻って作成からレポートをクリックしてあげます。そうするとこのように簡単にレポートを作ることができました。このままでも十分見やすいと思われるかもしれないんですが、さらに見やすくするために2つ今回は修正をしていきます。まず1つ目は、実際にこのレポートを見てみるとここで点線が引かれていますね。この点線より左側が1ページ内に表示できる文章量だよということになるんですが、現在売上と担当者がはみ出てしまっています。先ほどレポートは印刷に特化したオブジェクトだよという話をしたので、実際にデザインタブから表示を見てみると、このように印刷プレビューというものが存在します。ここをクリックすると、確かに今数量までが1ページに記載されていて、それ以降は2ページにまたがっているという非常に見づらい構成になっているので、ここをサイズを変更することで1ページに収めてあげることが一つ。そして2つ目に、今このように取引コード別に無機質に並んでいるので、購入品ごとにグループ化するという作業をやっていきます。まずは1つ目のサイズから調整していきましょう。実際にレポートを見ると、この会員名であったり購入品のところ、非常に大きくスペースが空いてしまっていること、これが原因になっているので、今レイアウトビューから会員名をクリックして、このように幅を狭めてあげる、購入品も同様にしてこのように幅を狭めてあげる、そしてはみ出た担当者もこのように引っ張って、1ページとここの書いてあるところもページの中にこのように収めてあげると、しっかり点線の内部に全てのデータを記載することができました。この状態で印刷プレビューを見てみると、しっかり1ページに全ての情報がきれいに記載されていることがわかります。2つ目の購入品ごとにグループ化する作業をやっていきましょう。このようにレポートのレイアウトビューのところのデザインタブにグループ化と並び替えというコマンドがあるので、こちらをクリックします。そうすると下にこのような2つのボタンが出てくるんですが、今回は購入品ごとにグループ化をしたいので、グループの追加のところで購入品をクリックします。そうすると購入品の見出しが一番左に来て、9003の商品を買った3つの取引、9004の商品を買った3つの取引というふうに、購入品の種類ごとに取引を並び替えてくれるという非常に見やすい構成になりました。欲を言えばこの取引コードごとに照準で並べてほしいので、並び替えの追加から取引コードクリックすると、このように求めていたレポートを出すことができました。見ていただいた通り、レポートというのはアクセス特有の概念になるんですが、使いこなせると非常に便利な機能なので、ぜひぜひマスターしていきましょう。それではまずはシンプルにデータベースの中の既存のデータを用いて計算をしていく方法についてご紹介していきます。今回の例で言うと、この購入履歴というクエリには、誰がいくらの商品をどれぐらい買ったのかという取引履歴が記載されています。つまりこの単価と数量を掛け合わせることで、この会員さんは1回の会計で合計いくら使ったのかという合計金額を出すことができますね。数式としては単価×数量ということで、すごいシンプルな式なんですが、アクセスは計算式の定義の仕方が他のソフトウェアとはちょっと違うので、そちらを注意して見ていきましょう。
該当するクエリを選択したら、表示タブからデザインビューに移ります。そして今回は数量と担当者のフィールドの間に合計金額という見出しを作りたいので、担当者を選択したら列の挿入をクリックします。そうするとこのように新しいカテゴリーを作ることができました。ここからが計算式を定義するポイントになります。一番上のフィールドにまずは表示させたい見出し、今回でいうところの合計金額というのを打っていきます。そうしたらコロンでつなげて実際の数式、今回でいう単価×数量というものを打ってエンターを押すと、このように自動的に単価と数量というフィールドが半括弧で囲まれていることがわかります。これが正しく式を定義できたというところのサインになります。ここまで来たら実行をクリックすることで、このように合計金額という新しい見出しが追加されて、 2400×1 は2400、3600×2 は7200というふうに正しい計算式が返ってきていることが分かりました。アクセスの計算式の定義の仕方、見出しをつけてコロンでつなげる、このやり方についてはぜひ覚えておくようにしましょう。それでは次に AND 条件、 OR 条件を活用することでより複雑な条件設定をする方法についてチェックしていきましょう。前回のクエリに関する動画では、例えばこの会員マスターの中から東京都に住んでいる人だけであったり、8月に入会した人というように単一の条件で情報を絞り込んでいました。この AND 条件、 OR 条件を使うことによって複数の条件設定をすることができるようになります。例えば今回の例では東京都に住んでいて、かつ DM 送付が必要な人、つまりここにチェックがついている人ですね、この情報だけを抽出できるようにしていきます。やり方としてはホームタブからデザインビューに移りまして、まずは東京都で情報を絞り込みたいので、都道府県の欄に東京都というふうに打ってあげましょう。そして東京都に住んでいてかつ DM が必要な人というように、かつの条件を定義するためには同じ抽出条件の行に条件を続けて打っていきます。今回は DM 送付が必要な人ということで、抽出条件のところに True と打ってあげます。この東京都かつ DM 送付が True という条件を打ったことによって、これで実行をクリックすると、このように東京に住んでいて DM 送付が必要な人というような14件のデータを返してもらうことができました。それでは次にまたはの条件を設定する方法についてもご紹介します。今このように東京都に住んでいて DM が必要な人に情報を抽出しました。ここにまたはということで、神奈川県に住んでいてかつ DM が必要ない人の条件も加えていきます。同じようにデザインビューに戻って、抽出条件の下にまたはという行が確認できると思います。このまたはの行に先ほど申し上げた神奈川県でかつ DM がいらない、つまり True の反対である False を入れてあげます。これがまたは条件の設定の仕方になります。これで同じように実行をクリックすると、先ほどの東京都で DM が必要な人に付け加えて、神奈川に住んでいて DM 送付が必要ない人のデータも付け加えることができまして、データの数が29件に増えましたよということになります。それでは次にワイルドカードについて説明していきます。このワイルドカードを使うことでどんなことができるのかと言いますと、何々から始まる全てのデータというふうに情報を抽出できるようになります。これどういうことかと言いますと、前回の動画の中で会員マスターから神奈川県に住んでいる人のみを抽出したいときには、都道府県のところに神奈川というふうに打ってはいけないという話をしました。これはなぜかというと、元の都道府県には神奈川県というふうに打たれていたので、データ通りの情報を打たなければしっかりとした結果は返ってこないという話でしたね。今回の例ではこの神奈川県に住んでいる人の中からさらに深掘って横浜市に住んでいる人の情報を抽出したいとします。ただこのデータの中で横浜市には西区だったり横浜の中でもいろんな区があるんですね。これらの区をすべて抽出するために、まず横浜市と打って実行を押すと、このように何も返ってこないんですね。これは先ほどの説明の通り、元データの中に横浜市で終わるデータが何もなかったからです。ただ
今回は横浜市で始まる全てのデータを抽出したいので、このワイルドカードを使っていくということですね。設定の仕方としましては、横浜市と打ったら後ろにアスタリスクをつけてあげます。これでエンターを押すと、このように LIKE という文字が先頭に自動的に追加されて、横浜市アスタリスクというふうに続いていきます。この LIKE がワイルドカードをしっかり設定できていますよというサインになっています。この状態で実行をクリックすると、このように西区、栄区、神奈川区といったふうに横浜市に該当する全ての区を抽出できるようになります。データの抽出の仕方に悩んでいる方、ぜひ試してみてください。ここからはクエリを使ってテーブルを最新の情報に更新する、または最新の情報を追加する方法についてご紹介していきます。これらをそれぞれシンプルに更新クエリ、そして追加クエリというふうに呼んでいるんですが、まずは更新クエリから見ていきましょう。今回の例ではこのように商品マスターというテーブルがありまして、それぞれどんな商品を取り扱っているのかというのを見ることができるんですが、この度メーカーの一つである日野商事さんが全ての商品を2割値上げすることが決定しました。ここで日野商事さんの価格を全てかける 1.2 にして2割増しにしていくというのはなかなか面倒な作業なので、クエリを使って一気に情報を更新できるようにしていきます。一番下の日野商事さんのところが1万円になっていますが、この更新クエリを使うことで1万2000円になりそうだなというところはぜひ覚えておいてください。このテーブルを選択したら、上の作成タブからクエリデザインをクリックします。こうすることで一からクエリを作っていくことができるんですが、今回は商品マスターを使って、その中でも変更する条件だけをこの下のフィールドに落とし込んでいきます。今回は日野商事というメーカーが条件になるので、こちらメーカー名をダブルクリック、そして実際に価格を2割増しにしていくので価格をダブルクリック、この2つだけ選択すれば大丈夫です。ここまで来たら上のクエリの種類から更新をクリックします。そうするとこちらのカテゴリーが変わって、レコードの更新というカテゴリーが新たに追加されました。まずは今回日野商事の商品だけを2割増しにしたいので、抽出条件のところに日野商事というふうに打ってあります。そしてレコードの更新、この価格をどんなふうに更新したいんですかというふうに聞かれるので、半括弧で価格というふうに打ったら、アスタリスクで 1.2 というふうに打ってあります。このように条件を与えることで、メーカーが日野商事である商品の価格を 1.2 倍するという指令を出すことができました。これで実行をしてあげます。8件のレコードが更新されます。つまり商品マスターのテーブルには8件日野商事が作っている商品があることがわかります。ここで「はい」を押してあげましょう。この状態で商品マスターに戻ると、しっかり先ほど1万円だった価格が1万2000円、つまり 1.2 倍されていることがわかりました。この際必ず注意していただきたいことが、テーブルのデザインビューに移るとこのように価格は数値型で設定されていることがわかります。このデータ型が短いテキストだとこの計算がうまく機能しないということになりますので、このデータ型は必ずチェックするようにしてください。それでは最後に追加クエリについてもご紹介していきます。この追加クエリを使うことで、あるテーブルの中から特定の条件に合致するものだけを他のテーブルに追加してあげることが可能になります。今回の例では、この会員マスターの一番右に大会というカテゴリーがありますね。ここにチェックがついている人は、実際にこのフィットネスジムを大会することになります。追加クエリを活用することで、この方々のデータを大会者リストという別のテーブルに追加していきます。大会したとしても、このように大会者マスターに情報を保存しておくことで再入会キャンペーンみたいなことができたり、まだまだデータを活用していくことができるようになります。追加クエリを使うために、まずは2つのテーブルを5から閉じていきます。そして作成タブからクエリデザイン、こちらで会員マスターをクリックしましょう。ここでは大会者リストではなく会員マスターを選んでいることにぜひチェックしておいてください。そしてこの会員マスターからどんな情報を大会者リストに移すのかということなんですが、今回は ID 以外の氏名から入会日までを大会者リストに移すことにします。
そして今回は大会のチェックボックスにチェックがついている人、これが条件になりますので、大会もこちらのフィールドに入れてあげましょう。ここまで来たら上の追加をクリックして、この会員マスターの情報をどのテーブルに追加したいのかを指定してあげます。今回は先ほど申し上げた大会者リストでしたね。こちらで OK を押します。そうするとこのように自動的にレコードの追加という行が追加されまして、この会員マスターの氏名というフィールドは大会者リストの氏名というレコードに追加しますよというようにデータを自動的に当てはめてくれました。最後に抽出条件を指定していきたいので、今回はこの大会のところにチェックがついている人ということなので True というふうに打ってあげます。これで Enter を押して実行をクリックすると、このように先ほどチェックを入れた4件のレコードを追加しますというふうに出てきました。こちらではいを押して、実際に大会者リストを確認するとこのように新しく4件大会者のデータが追加されていることが分かりました。それではまずはサブフォームからご紹介していきます。このサブフォームって一体何だろうってことなんですが、こちらのフォーム、今まで見てきたような会員の個人情報だけが記載されているフォームとは違って、上にその個人情報が記載されている中で、下にはその会員さんが実際に買い物をした履歴というのも同時に見られるようになっています。この個人情報に付随して取引履歴が見れているという点で、この取引履歴の方をサブフォームというふうに呼んでいます。そしてこのサブフォームを作る上で一番大事なポイントはこちら、会員の個人情報の方の会員番号と取引履歴の方の会員名、これってつまり同じデータのことを言っているよねというような関連性、つまりリレーションシップを組んであげること、これが一番のポイントになります。逆に言えばこのリレーションシップを正しく組むことができれば、あとはアクセスが勝手にやってくれると言っても過言ではありません。ということでまずはリレーションシップを実際に定義していきましょう。データベースツールからリレーションシップをクリックします。そうするとすでに紐づいている担当者マスターテーブルの担当者コードと会員マスターの担当者名は同じデータのことを言っているよねという、これがリレーションシップでした。今回はこの会員マスター、つまり個人情報と購入履歴、こちらでリレーションシップを組んでいきたいので、右のテーブルの追加ウィンドウですね、こちらもし出ていない場合には上のデザインタブからテーブルの追加をクリックしてみてください。こちらに今回でいうところの購入履歴テーブルがあるので、こちらをダブルクリックします。そうするとこのように新たに購入履歴のテーブルを出すことができました。今回は先ほど申し上げた通り、会員マスターの ID、 つまり会員番号とこの購入履歴テーブルの会員名は同じデータだよねということを定義してあげたいので、 ID のところから会員名のところまでドラッグ&ドロップをしてあげます。そうすることで会員マスターの ID と購入履歴の会員名を紐付ける準備ができました。こちらで作成を押すことによって、このようにリレーションシップを組むことができました。ここでもしかしたら ID じゃなくてこの会員マスターの氏名と会員名を紐付けるんじゃないですかという声があるかもしれないんですが、この主キーが設定されている ID の方でリレーションシップを作ることでより正確性が増すといったメリットがあります。このリレーションシップが作成できたら上から閉じて保存をしておきます。そしたら作成タブのフォームウィザード、こちらをクリックします。このフォームウィザードを使うことでどんな情報を組み込んでフォームを作りたいのかというのを自分で一から選ぶことができます。今回はまずメインのフォームである会員の個人情報が欲しいので、テーブルの会員マスターですね、すべてのフィールドを選択したいので、中央の矢印が2つ書いてあるもの、こちらをクリックします。続けてこの画面にサブフォームの方も登録していくので、上のテーブルを選択して今回は購入履歴をクリックします。こちらも全てのフィールドを入れたいので同じように矢印を2つクリックします。これで準備ができました。次へを押すと、先ほどリレーションシップを組んだということもあり、自動的にアクセスがサブフォームを作りたいんだなというふうに理解をしてくれます。このサブフォームがあるフォームというところにチェックがついていることを確認したら、完了ボタンを押すことで
このように個人情報に紐づいて購入履歴が見れるというふうなフォームを作ることができました。ただサブフォームの方をこちら見てみると、それぞれの見出しが大きすぎて、今どんな商品を購入したかという情報しか見ることができていません。ここをしっかりサブフォームとして機能させるために、レイアウトビューに移りまして、まずはこの枠を広げてあげます。そうしたらそれぞれの会員名であったり購入品、そして担当者というふうに枠を狭めてあげることで、しっかりと全ての情報を見ることができるようになりました。そして必要に応じて適宜分割フォームにするなど、デザインを変更することで、綺麗に個人情報と取引履歴を同時に見ることができる、かつ全体感も確認できるフォームを作ることができます。それでは次に、本日2つ目のポイントであるマクロを使うとどんなことがいいのかというところを説明していきます。本日はこの登録画面というフォームをクリックすると、このように新規会員登録というボタンが見えました。こちらをクリックすると、実際に会員マスターフォームに飛びまして、新しいコードが自動的に見られるようになっています。これがマクロを使う上で一番シンプルな例なんですが、このマクロがあることによって、皆さん見ていただいたように、会員マスターの新しいフォームに一瞬で飛ぶことができるので、ショートカットのように業務の効率が測れるのはもちろん、あまりアクセスが得意でないチームメンバーの方も安心してアクセスが使えるようになります。それでは早速これと同じようなものを一から作っていきましょう。作成タブから空白のフォームを選択します。そうするとこのように文字通り何も書かれていない空白のフォームを出すことができるんですが、この状態でデザインタブのコントロールを確認しましょう。この右下にその他というボタンがあるので、クリックするとこのように展開することができます。そしてここでコントロールウィザードの仕様が適用されているか、つまりここがグレーで塗りつぶされているかを確認してください。ここの仕様が許可されていないと、ボタンを作ってもうまく機能しないものになってしまいます。ここの仕様が許可されていることを確認したら、次に左から4番目の×印が書いてある四角、これをボタンというふうに呼んでいます。こちらをクリックしてフォームの中にドラッグ&ドロップしてあげましょう。そうするとこのようにコマンド0と書かれたボタンを出すことができました。まずはキャンセルして形をちょっと大きめに整えてあげます。ここまでできたら、次に F4 キーを押してプロパティシートを出してあげましょう。このプロパティシートにおいて、正常にボタンを機能させるために変更するべきポイントが2つございます。まず1つ目は全てというカテゴリーに移りまして、上から1番目と2番目の名前と表題を変えてあげましょう。今回は新規会員登録というふうにしておきます。こちらを変更することによって、このボタンを押すとどんなことができるのかというのを一目で分かりやすくすることができます。次に2つ目の変更ポイントとして、イベントタブの方に移りましょう。そうすると一番上にクリック時というものが見えると思います。ここに新規会員登録というボタンをクリックしたら、どんなことができるのかというのを定義していきます。一番右のオプションから、今回はマクロビルダーを選択して OK を押しましょう。そうするとこのような画面が出てきますね。ここで実際にあのボタンをクリックすると、裏側ではどんな操作が行われているのかというのを定義していきます。今回発生するイベントとしては大きく分けて2つございまして、1つ目は会員登録をするためのフォームを開くこと、そして2つ目に会員登録のフォームを開いた後に新しいレコードに自動で移動してもらうためのマクロを作っていきます。まず1つ目にこの中からフォームを開くを探してクリックします。そうするとどのフォームを開くんですかというふうに聞かれるので、今回は先ほど申し上げた会員マスター、このフォームを選択していきます。これでフォームを開くというところの指令は完了なんですが、ここでマクロの設定を止めてしまうと、会員フォームを開いても先頭の会員番号1番の方の情報が出てきてしまいます。ここからいちいち新しいレコードに移動するのは面倒なので、ここもマクロで設定していきます。新しいアクションの追加、下からレコードの移動をクリックします。ここで先ほどと同じこの会員マスターのフォームですね、オブジェクトの種類をフォームとして、オブジェクト名を会員マスターと設定します。そしてこのレコード
今次のレコードになっているんですが、こちらを新しいレコードにしてあげます。この3つ正しく設定できていることを確認したら、閉じるを押して保存を押しておきましょう。こちらで実際にフォームビューに戻りまして、この新規会員登録をクリックすると、このように新しく会員登録をするような画面に行けるようになるということです。続いてアクセスとエクセルを連携する前に、それぞれの違いについて今一度確認していきましょう。それぞれの違いを理解するために、まずアクセスはデータベースを管理することに優れている、そしてエクセルはデータを計算したりグラフにすることで見やすく分析しやすい形に整えるという作業が得意なんですね。このようにどんな作業が得意なのかというのを理解してあげることが重要です。逆に言うと、Excel はデータを管理するという面に関してはあまり得意ではないんですね。例えば Excel でこのように取引履歴を管理していくことにしましょう。言うまでもなく、取引の数が増えていけば増えていくほどデータの数というのも増えていくんですが、この数が増えると計算する手数が多くなってしまいますし、 Excel のファイル自体が重くなってしまう、作業効率が落ちてしまうことにつながるんですね。これの解決策としては、例えば1年前の取引に関しては Excel の別のファイルに持っていってあげるということが第一に考えられるんですが、これが Excel でデータ管理をする上で一番怖いところでして、ファイルを年ごとに分断していくと、最終的に最初から最後までの取引データを全て集めてデータを分析したいとなった時に、分断したファイルを一箇所にもう一度集め直さなきゃならないんですね。これってすごい面倒なんですよ。だからこそ、たくさんのデータを管理することに優れているアクセスを活用して、一元的にデータを管理しておくことで、必要な時に必要な分だけ Excel に落とし込んであげる、こういった作業が必要になってくるわけです。それでは最後にアクセスと Excel の連携についてご紹介していきます。結論から申し上げますと、この連携には2種類ありまして、アクセスの元データと接続させるのか、またはさせないのかという2種類ですね。こちら、接続する方を選択すると、例えばアクセスの元データで情報が更新されたり追加されたりした時に、 Excel の更新ボタンを押すことで、その最新の情報に Excel の方もアップデートできるよというようなものになります。まずは接続をしない方からやっていきましょう。こちらは非常に簡単でして、まずはアクセスと Excel、 2つの画面を開いていきましょう。そうしたら Windows マークを押しながら左キーを押すことで、どちらかの画面を左に寄せてあげます。そしてもう一方を右に寄せてあげる。このような画面にすると分かりやすくデータを転記することができます。あとはこのオブジェクトの中から実際に転記したいものを選び、ドラッグして Excel のセルにドロップするだけというような非常に簡単なものになります。ただこの方法は先ほど申し上げた通り、例えばこの購入履歴が今後増えていったとしても Excel の方には反映されず、同じ作業を何度も何度も繰り返さなければならないということになります。次はアクセスとExcel を接続する、つまり元データと関連性を持たせた状態で Excel に転記するにはどうしたらいいか説明していきます。こちらはデータタブからデータの取得と変換、取得をクリックしたらデータベースからアクセスというふうにクリックをしていきます。そうするとこのようにエクスプローラーが出てきまして、どのデータベースを使うのかを設定できます。こちらでインポートをクリックすれば、このように実際のオブジェクトを出すことができます。今回は会員マスターを選択してデータの読み込みを読み込み先設定してあげます。そしてこの Excel にテーブルとして既存のワークシート、このセルから始めてくださいというふうに設定をしたら OK を押します。そうするとこのように先ほどの会員マスターと同じようなテーブルを出すことができました。ぜひ注意していただきたいのは、この DM 送付、アクセスではチェックボックス設定して DM がいる方にはチェックが入れられているような形だったんですが、この Excel に転記する際には DM が必要な人には True、 必要ない人には False というような形になっています。この Excel にデータを転記するという意味では、ここまでは先ほどの接続をしないものと全く一緒ですよね。接続をするとどのようなことができるのかということを説明すると、
例えばこの会員マスターに会員さんが新しく増えたとしましょう。このように情報を打ち込んでいきまして、今回は簡易的にテーブルからレコードを追加したんですが、この状態で Excel に戻りまして、下の方に行って右クリックをして、こちらの更新をクリックしてあげます。そうするとこのように先ほど追加した山田さんのデータもここに新しく Excel のテーブルとして追加されるようになりました。ぜひこのアクセスから Excel にデータを移行させてあげるときには、今後アクセスで積み重なっていくデータ、変更されていくデータを Excel でも反映する必要があるのか否かというのを考えて、こちらどの方法を取ればいいかなというのを決めていただければ嬉しいです。本日は以上です。はい、というわけで本日もお疲れ様でした。アクセスの使い方、たくさんのね新しい知識手に入ったんじゃないでしょうか。ただアクセスのね使い方って正直ね、ちょっと Excel と違って難しいんですよ。見栄えも違うし、ちょっと使いこなしが違うんですね。なのでこの動画を見た後、皆さんにお勧めするのは、まずアクセス開いてみてください。で、今日使ってたようなボタンをポチポチポチ押してみましょう。そうやってなんか画面に慣れることがまず最初のステップです。で、その上でなんか中に何やったんだっけなって思い出せなくなったら、もう一回この動画の最初から最後までヨータと同じ手順を踏んで、はい、ボタンクリックしてみてください。そうするとね、全体感が分かって実務的な使いこなし方ちょっと見えてくるかなと思います。またですね、何より今回の動画で大事だったのは、ビジネスの世界でデータベースって大事なんだなと。そしてそのデータベースってこういう風に加工できるんだなっていうところを知っておくことなんですね。なぜならこのビジネスの世界におけるデータベースの重要さを理解した個人、めちゃくちゃ少ないんです。で、AI 時代とかビッグデータ時代って言われてるのに、この原点すべてここですからね。データベースですからね。データをいかに貯めて、はい、人工知能に読み解ませるか、データをいかに貯めてそこから、はい、価値のある情報を引き出すか分析するかっていう話なんですよ。ここが全ての原点です。なのでここの原点の動かし方、まあ、動き方みたいなところを感覚的に理解しておくだけで、皆さんは人とのコミュニケーション、エンジニアの方々とのコミュニケーションがうまくいくようになります。はい、というわけでね、データベースなんか面白そうだなと思った方は、データベーススペシャリストとかね、そういった資格も見てもいいと思いますし、あるいはね、 Excel でもデータベース使えたよなと、作れたんだよなと、おささんなんか冒頭言ってたなということを思い出したんだったら、ぜひですね、Excel 現場の教科書の第1章第7項にデータベースについて語った動画ありますんで、それ概要欄に貼っておきます。また、はい、Excel でもデータベースをきれいに整えるためのツール、パワークエリというね、そういう機能の使いこなしも、この間ヨータに撮ってもらいました。その動画まだ見てない方は、この2つがね、Excel でいうとこのデータベースに関連するところですので、ぜひお見逃しなく見てみてください。概要欄に貼っております。というわけで、この動画がね、役に立ったなと思った方は、ぜひ先輩後輩、そして同僚にこの動画をシェアしてあげてください。ね、世の中みんな一緒に働き方変えていけたらなと思っております。というわけで、ユースフルはですね、人材教育の図書館としまして、皆さんの働き方が変わるような、皆さんのスキルアップ、キャリアアップにつながるような動画をこれからもたくさん作っていきます。ぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。